あ？さあこのブレイズはかあの体が軽いんでね、そうですね、ランのコンボが相当軽く上がりますね。あこれユーテンジのコンボも高いんでね、高いですね、はい。まあ、ユーテンジはこういういわゆるなんていうんですかね、対策をするというか、そうですね、まあ、処理をするというと言い方はあれなんですが、はいはいはい、うまいプレイヤーでもありますので比較的あっさり勝ってしまうケースも考えられます。そうですね、まあ、やはりコンボがいちいち高くなりますね、はい、ブレイズ相手だと、ね、見たこともないようなコンボするんですよ、ユーテンジは。アドリブがめっちゃ効いて、あの壁が絡むとやっぱアドリブ力マジで問われると思うんですよ、ね、バーチャは。ユーテンジはマジでベストなんじゃないかっていうのを叩き込んできますね、毎回。さあ、端からさあ、おっと、あれが誘いのムーブですねさあ、いいのが入ったか、これラスカルムーブが刺さってますね。怠け？怪しい動き。さあ、と投げ抜けて。さあ、PG 内で切り返していく。さあ、おきり？出し切って。出して。おっと。始まる？始まるの？始まる。始まるの？もう一個？また走っちゃった。おっと？また走っちゃった。MVP カウンター来ましたよ、このムーブが。おっと、さあ、歓声が上がる。おっと、今、会場もラスカルは、これは危険だ。ラスカルのムーブに、さあ、どうする。さあ、位置はある。位置が、位置は、有天井の位置だが、さあ、壁が絡む。さあ、体力がイーブン。さあ、おっと、おっと、下がる下がる。ラウンド、おっと、また走る。おっと、下がったら走る。おお、そこでカウンター。はい、OK。 おお、シャドウハマーが刺さる。シャドウハマー、おっと、ゲタ下げ。おお、また刺さる。さあ、さあ、おお、しかしカウンター、叩きつけ。シャドウレッパー、ダイヤ、おお、死んでしまった。最後は素当たりですね。ギリギリ補正切れの素当たりじゃないですか今のは。予選ベストバートまでありますね。ありますね今のは、はい、かなりエモい試合になりました。エモいですね、はい、じゃあ続いて第3筐体いってみましょうか。はい、見ていきますか。こちらは静岡お茶の会 VS ブリアント以外の仲間たちですね、はい、九州対静岡という図式ですか ね、 ね。さあ予選で大活躍ムッキーアキラ、はい、予備予選ですね、予備予選で大活躍したムッキーアキラが。最近予選でムッキーアキラかなり当たってるイメージがありますけど、ね、ただ今年1年間やってないツケはここに来るか、はい、どうか。ただ今のところ動けてますので、はい、そうですね、はい、アキラってかなり難しいキャラだと、そうですね、思うんですけどもね。ただちゃんとドッポも出てますし、はい、まあ、先ほど予備予選では強烈な酒切断も決めてましたので。そう、ああなるほど見たかったなそれさあ、おっとシャガパンを拾っていく。さあ、立て立てほしい。さあ、ここでしゃがみガードを崩す打撃投げ。さあ、受け入れは3番前投げ抜けて。さあ、ミドルスピン。別にお構いなしだよといった風体でありますね、本体は。本当ですね、はい、おっと、惜しい。後ろ投げからの、いろいろあって、さあ、情報3段追い込んでる。ジャンプ攻撃が当たらない。おっと、側面など、あ、破山からパンチ。おっと、位置が入れ替わりますよ。いい通常投げ。
さあ怖い、アッパー怖いですね。ストライク、ジャンケンストライク、ジャンケン、おっと、アッパー、あーっと出してた、しかドッポで返す、だなんでドッポなんで危ないですね、これ生系ですから死んでますから、そうなんですよ、勝ってないですからね。まあ、自信のドッポですね。ああ、じゃあ、ムッキーアキラここにありですよ、これシンプルにミドルキックとかでよかったんですけど、はい、いや、あれね、オートカウンター機能なんですよ、ね、なるほど、はい、勝手に出ると、はい、いいのが見れました。さあ、ここでたまらずグリアン投入って感じですかね、これはもうこいつだけは止めなきゃいけないというのは、そうですね、まあ、ありますよね、九州としては。いや、ムキアキラのパワープレイやっぱいいですね。ねえ、パワープレイ、はい、かなり好きな部類に入りますけど、自分としては。さあ、グリアンどうする。うわ、さばいていく。さあ、追い込んで、カイコでこじ開けてからのビャッコ、ガード崩しからのコンボが高い。お、しかしこれはこの位置は、これ位置がむずい、あっとこれはむずい、むずい、結果的に安くなってしまった。おーっと、おーおー、なんとあえてのドッポがスカルという、あのね、ドッポじゃなくていいっすけどねこだわりすぎましたかね、ドッポに、ね、反撃難しかったんだよな、確かに、ね、ミドルキックでいいんですよ、確かあれは。そうですね、背後なんで。おっとグリアン来てますね。ちょっとあのドッポが流れを変えたか。そうですね。さあ、ワンプレーが命取りになりますよ、はい、マジファイターは。チーム戦の流れを変えてしまう可能性があります。おっと、はい、こうしっかりしゃがんで、おっと、この位置、これはさっきもまた難しいの、この位置、また同じような感じ、同じような感じ、なかなか面白い展開に。さあ、マホマホ、シャバン、あーっと出た、このジャンプキック。まあ、困った時はジャンプキック出しますね、アキラ使いは。あれ、あの難しい位置の小円楽みたいな状況って、はい、小円楽そのものを狙わなくていいかなって思いますね、自分としては。違うことをやった方がそういいかなって気がしますね。あーっと、これはでかいぞ。さあ、いけるか、最後まで。いったー、ちょうど行くんだな、あれ減りますね、やっぱり、はい、影が、壁が絡むと。まあね、ちょうどどっこいかなと思ったんですけどね。さあ、続いて五郎さん出てきました。そうですね、ちょっとあのアナログでパイを選択しましたね、はい、ノーカードってやつですね、はい。さあ、このゴロウ2000歳もここ最近は家庭用でかなり、はい、そうですね、人間学園アカウントでなるほどやり込んでいたという情報入ってます。はい、人間学園は中の人が誰だか分かんないケースが多いので、なるほど、実はゴロウさんだったと。隠れやり込みプレイヤーがありますね。こういうパターンもあるんですね。まあ、動きもかなり、はい、これ戻ってきてるんじゃないですか。これ確かに、あの家庭用が一つポイントなんですよね、今のバーチャーは。そうですね、うまく使う、どう使うかっていうのが一つポイントになってますね、はい。おっと、大きい潰し、うまい、おっと、ここでライリュー、今度は成功。さあ、受けてバックジャンプ、ミドル、あっと、側面、側面崩れちまう。そこでまた壁が絡む。さあ、これは壁に当たらない。おっと、またライリュー、ノリノリ、2連続ライリュー締めですね。これは3連続あるのかという読み合いですね、これ、ま、マジでありそうですねありそうですねほら、当たっちゃいそうですね、そんなような体力、そんなような体力から、あららららら、わーっと、ローキック、ただのローキックライリューはいらなかったよと言わんばかりでしたね。そうですね。さあ、静岡茶会はまだゲームセンター争いは残していると思われますが、
花びれ。確かにこれ嵐が対象格なんのかな、やっぱり。そうですね、やっぱりこのメンバーの中ではこれね、向き明らかなと思ったんですよ、対象格は。そうですね、まあ、どっちかなのかな。まあ今年のやり込みという意味では、はい、まあやっぱりお互いどちらも出れるときに出るぐらいな感じの方がチームとしてはいいのかもしれないですね。なるほど、まあ、予選でも結構あのゲームセンター嵐早めに出るケースがあったので、はい、サーパー、さあ壁が近いが、おっと今のは難しかった。お壁絡む、壁に、おおミドルマネック、さあ、おおっとリバーサル勝利権、リバーサル勝利権入りました。さあ壁から壁を使う、さあスタック、おさあ壁正面、マレーフェイも強烈ですよ。おっと抜けていく、さあ壁、影の壁に追い詰められてから抜ける技というのはいっぱいありますね。影はねマジで攻撃力がそんなに基本的には高くないんですけど、はい、壁が絡んだらマジで高いんで、高いですね。しかもねこの壁空間を把握する能力が、はい、本当にあの位置入れ替えたりとかありますね、はい、壁攻撃がやっぱり非常に強力だったりしますんで、さあ側面からこれはでかいか、続かない、おーっとこれうまい、おーっとカウンター、あもう一回もう一回ずうずうしく2回連続、しかも2回連続カウンター、やだね、むしろ滑らかなプレーさあスライディング、おっと今度は取らせないよと言わんばかりの、さあ壁コンボ、さあ連携がえぐい、えぐい、高い高いですね。今の組み立ても相当きついですね。きついですね、あの連携はなかなかしのげないと思いますよ。さあここで大将ですか、ゲームセンター嵐、さあゲームセンター嵐では大将でしょう。さあ3人抜き中グリアン、しかし嵐も華麗な攻めでいっているんですが、グリアンの勢い止められないか。さあ壁が絡むとちょっと高くなるぞ、しかしそれは影も一緒。さあお互いのポジショニング、かなりこの試合の重要なポイントになりそうですね。さあちゃんと拾っていく、さあと嵐が切り返していく、このグリアンの流れを断ち切れるか。しかし嵐動けてますね。そうですね、はい、嵐もまあどちらかというと結構家庭用勢というか、確かに家庭をかなりやってますね。やってますよね、はい、うまく家庭を使ってるプレイヤーの一人なんじゃないでしょうか。あーっとうまい、これはあーっとちょっと安かったか、いろいろあったば、おっと暴れに膝が刺さる、これ読み勝った形、さあこう膝から前投げ、さあ出してて、さあスライディング、さあ湧いていく、壁近いよ、絡んでいく、走って走って、おーっと起きる中心、うまい、クリアが止まらない、さっての起きる中心ですね。これは高いの敗退ですね。そうですね、はい、4盾食らっちゃいましたね。
さあ、さあ続いて続いてはこちら第2筐体、はい、オレンジラインと慶応ノーガード見ていきましょうか。慶応ノーガードか。こちら現在怪物が今出てますね。はい、さあ明王の称号を持つ怪物。慶応っていうのは慶応戦の慶応ですよね。慶応戦の慶応ですね。はい、オレンジラインはちなみに中央戦ですよね。中央戦のオレンジですね、はい、慶応戦対中央戦と。はい、最近あの地域を背負いすぎてバーチャー、はい、あの線路まで出てきてます。絡んできてますからね。鉄道会社背負ってます。はい、さあ怪物、さあ代表的な毒を持ったプレイヤーですよね。出た猪木しっぱな。さあ後ろ投げ怪物、猪木スタイルが非常にうまいので。そうですね、特に猪木スタイルになっているとき技を出さないと非常に技を透かす性能が高いですね、はい、これですね、はい、そこで透かして確定を決めるというケースもよく見受けられますね。さあ2体、あっと最後の猪木は実らなかった。シャカで駆られましたね。おっとこれはかなり暴れていたラウンに対して遅きした形。さあオフェンシブだ。おっと今ね壁コンボ高いぞ。キャッチいったんだけど。そうですね、おっとさあ三択投げが通る。3分の1落としていきますね。三択ですね、純粋な三択ですね。そうですね、さあ前投げ、おっと打て、おっとしかしいけ、猪木来ましたね。おっといい当たり方、持続ヒットですね今の。商談さあ削っていく。さあオフェンシブから、さあビビビビ、さあ壁に絡んで、さあ高いですね。あーっとこのキャッチ投げ抜けていく、抜けてバラシ投げは取って、さあ下段から、さあ猪木を買っていく、またもう一回猪木、猪木を、まだ猪木、まだ猪木、抜けていく。これが怪物ですね、チームメイト苦笑いですけどね。はい、なるほどね。さあこの怪物スタイルいかに対応できるか。そうですね、はい、特殊なスタイルですからね。あんだけ猪木やっといて次の試合から一切使わないとか、ね、ありますからね。全然あるから。一方では次の予選の抽選が、抽選会を今行ってますね、はい、予選の後半というか第2ターンですね、はい、あれも気になるところなんですけども、まあ、画面はそうですね、はい、こちらの対決を見ていきましょう。なんか試合と抽選の同時進行という形 で、 そうです、ね、イベントの方は行われておりますか。さあ慶応のガードは、はい、予備予選から勝ち上がってきているチームなので、ほうほうほう、チームとしての勢いはなるほどありますね。育ってるわけですね、はい、とさばきからきた、さあこれはおーうまい。今のマジレスは相当難しいんですけどもね。マジレス、はい、はい、しっかりしゃがみ状態を経由しての最大コンボを決めましたね。ドラブレイズ、ドラえもんスタイルのブレイズですね。本当だ。そういうことなの。これはドラブレイズの清掃でしょうか。これはなるほど、ミドラブカップに合わせてきた可能性がありますね。さあお互いジャンプを使って、距離戦が、さあゲラン投げ、叩きつけて
さあエルブレイズ軽いのでコンボが高いですね。おっとこれはうまい通じ投げ、次に生きる。さあ怪物取り返していく、この勢いを止めたいですね。そうですね、怪物としては。しかしブレイズは乗っちゃうと止められるのは大変ですよ。さあ投げ高いですね、このコンボ。おーおー、っと残る。おーっと引っかかる。あ、難しい。かなり持続で当たりましたね。おっとおっと壁絡む。うまい、これは高いぞ。まだ残って、しかし抜いていく。あ、ドラブレーズかなりいいですよ。いいですね、大きいですね、はい、やはり予備予選から受けてたので、しっかり返し技を決めつつアクロバティックもできるっていう意味ではかなりいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、はい。さあ続いてはちょっと長考してますね、はい、ゾンレノンですか。手足の短いブレイズに対しては結構キャラ以上の少ないバーチャでも、はい、ある程度のメドにはなりますね。なりますね、はい。まあ、一つバックダッシュをすると技がスカルというケースもあるんですが、そうですね、はい、レイフェイの場合は構えでスカスというスタイルも可能なので、そうですね、そうした方がよりバックダッシュにもリスクがない、はい。まあ、でここでレイフェイが来るのはかなり妥当かなというところではありますね。ゾンレノンが四角形を選びましたね。そうですね、これちょっと意外でしたね。八角形行くのかなと思ったんですけどね。ゾンレノンといえばオクタゴンステージというところはあったんですが、はい、あえての四角形。さあ開幕をしっかり返し技決めていく、うん、さあ飛び切り、ちょっと勢いはドラブレード、しかし右の腰からのエクセレント反論。さあ追い打ち追い打ち追い打ちと、かなり動きいいですよ。いいですね、前出しゲラ回し、前投げ抜けて PP 膝、これは惜しい。おっとおっと追い打ちを取ってドキリあのパフォーマンスも含みですかね。その手もあったかと思いましたねさあこれは高いか。おっとうまい、しっかりまとめて減りますね。さあ、おっと追い込んでるよ、追い込んでるよ、今度投げ抜けていく、ガード投げ、しっかりガード。さあ細かい細かい、後ろ抜けて、抜けている、おー、出し切る。さあレイフェは前投げ抜けるのはね、かなりセオリーなんですけども、そうですね、後ろ投げをしっかり抜けたというのはかなりでかいですよ。読み勝ってますね。さあ、スカテ、これこの位置関係は一投げ残る、大きい蹴りを透かして潰していく。あの一瞬の構えチェンジで技を透かすのがやっぱ上手いですね、レイフェ使いは。そうですね、さあ壁を背負わせて、この垂直張り付けからは減るんですね、これ減りますね、減りますね減りますね、またこの側面も減るんですね、これこれはデッドですねオーバーキルまで、オーバーキルまでありますね、はい、これ。さあ、筋投げ、さあ、これはこのスカシのハイヤーはでかい。あーった、この正面が決まっていく。これでオレンジラインの勝利、大勝だったということですね、ってことですね、はい、ね。あと残っているところは第一筐体だけになりますか。ほうほうほう、こちらがうまい棒一味ですか、まあ、うまい棒一味と、板橋ですか。なるほど、板橋にあと八万シェアの男タラミレイフェイ、はい、先ほどの
で部品のジャッキですね。はい、部品はここ1年ぐらいでこのジャッキーにキャラ替えをした選手でもありますね。あ、そうなんですか。アイリン使いでやってましたね。ここは8番試合の男サラミが勝利していく。今ねレイフェイの構えからね突っ込んでいくところを見せかけてサマを誘ったみたいな、はいはいはい、2D の戦いがね、はい、ありますね。ちょっと思っちゃうぐらいなんですけども、レイフェイ距離戦がうまいとそういう戦い方ができますよね。そうですね。で、はい、打ち落とそうとする相手を誘うということができますから。レイフェイは崩し能力があんま高くないとは言われてるんですけども、はい、距離戦はかなり強い部類かなと思うんですけど、はいはいはい、さあ続いてはサンターのドアップから。そうですね、自己 PR もびっしり埋めてありますよ。びっしり埋めてますね。はい、新井精肉店の揚げ物がうまいと大山ニュートン来た際はぜひ皆さん、そうですね、揚げ物を食べてください。板橋のするエピソードですね。僕はハムカツが意外とおすすめですね。なるほど、はい、知ってるねさあ続けこれうまい。そんなこと言ってる間にサンタが1本。これ通常投げってのはダメージも低くてですね、マニアックな部類、マニアックっていうのかな、かなり裏の選択肢ではあるんですけど、はい、それをうまく使うプレイヤーがやっぱりかなり多いですね。そういったアクセントを生かして本命を通すような、そうですね、はい、そういうところが結構ポイントかなと思いますけども。サバサバ外蹴り、もう一回蹴り下手2回、ずうずうしく2回、まあ、本当にうかつに下段を打っちゃうと、はい、かられちゃいますから。そうですね。さあ、余力回復しっかり。さあ、この位置危ない、この位置危ないんです。後ろ側抜けて、見てる、余力からの、さあ、この通常投げでこのアクセントですね。この距離感から、あーっと、つながってはいなかったが当たると。ワンパン投げは使って逆に投げを切り返したのサンタ、逆を、おっと、おー、手下ご惜しいな今のは。おっと、おさあ最後の酒サガパンはいいですよ。いいですね、ガード崩しも対応してかせますしね。さあ後ろ投げ、さあ位置は悪くない。